サウナで心拍を上げることによって、うん、その疲労物質を。サウナやってる人ってランニングみんなやる才能あるじゃん。いや、めちゃめちゃすごい。こんにちは、創生節の岡田です。今回はランニングとサウナの魅力を素敵なゲストと共にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はですね、ファッションランニングアドバイザーの牧野秀明さんと、はい。はい。完全紹介制サウナ、ザ・テンの支配人。高野春菜さんとお届けしていきます。お願いします。よろしくお願いします。完全紹介制のプライベートサウナということで、うん、予約してね、最大、まあ、4人が最大4人までが利用できるという、はい、渋谷の、徒歩0分すごい住所非公開というね、よかった、はい、今日たどり着けてそうですね、まあ、そんな場所にありまして、はい、しかもこの雰囲気が質をイメージしてるってことで、はい、と我々もちょっと体験をした後、今この動画を撮ってるっていうところなんですけど、ちょっと今整いたてですね。たてでございます、はい、そんなサウナとランニングに造形が深すぎるゲスト2人をお呼びしまして牧野さんね、はい、サウナ、はい、結構好きなんですよね。僕サウナ好きですね。週8超える時もあるんですね。マジですか。会社の下のところがジム、会員制のジムになってて、はいはい、そこのジムのところに朝行って昼行って夜行ってます。1回何セットやるんですか。時間ちゃんと取れる時は3セットやるんですよ。3セットじゃあ複数回やることがあるってことですか。仕事の間に汗かくことが、すごい。自分の名刺にも好きなことみたいなところにもランニングとサウナ。いやすごい。そこで今仕事を取ろうとしてます。ある意味仕事になってます。仕事になってます、ね、サウナの仕事をやりつつランニングをしてるっていう意味では、うん、高野さんもそうです。これだけランナーが並んでるんですけど、うん、圧倒的に速い。一番速い。勝てます勝てません。今のフルマラソンのベストは2時間41分8秒。いや8秒。もうちょっとです。今年の2024年の、はい、記録 で最新の記録だ。最新の記録で前の先日の東京マラソンで、東京マラソンで、ね、ありがとうございます。去年はサロマ湖ウルトラマラソン、あ、はい、100キロ初めて走りました。ちょっと一応タイム聞いていいですか。7時間52分51秒。なるほどです僕らがグーの音も出ない、グーの音も出ないというこの美人ランナーが支配人をやっているという、はい、そこも含めて謎めいている場所が支配人をやってるってことは、やっぱ高野さんはサウナ結構お好きなんですか。そうですね、もともと興味があるテーマが強かったんですけど、はいはい、それでちょっとこのお仕事にたどり着いて。あ、なるほど。で、大森さんもね、まあ、本当にサウナめちゃくちゃ行ってますけど、はい、私は2週遅れで今集団の先頭走ってると思ってるんですけどサウナブームのね全然流行って流行って流行り尽くして、後から入って今1年目ぐらいなんですけど、うん、まあ出張するとかね、あるたびに必ずサウナがあるホテルをなるべくね抑えようとしてますし、もう家でも5キロ先にオーシャンビューのサウナがあるので、ちょっと寝かしつけして、ナイトランして、サウナっていうのが、まあ、自分の唯一の自分時間みたいな、贅沢、そんな感じで楽しませていただいてます。高野さん、サウナにハマったと興味を持ったきっかけって何かあるんですか。3年前ぐらいに、うん、サウナの入り方を教えてもらって、でそれの通りに入ってからハマってるって感じ。いや、わかる。なるほどね。それまでは知らなくて、サウナってもうひたすらサウナと水風呂の行き来するものだと思ってた。そうなんだね。そうなんです。刀を作るように熱して冷やして熱して冷やしてで、そこからドロップアウトした人たちが椅子で休んでる。俺はもうダメだ情けねえなと思ってこっちはあれが醍醐味だったのに、こっちはっつったの、まだまだいけんぞとずっとそれやってました。メニューだと思ってたんで、サウナは違いますよ実生活の中ではどんな風にトレーニングして、なんか早く帰んなくてもいい日とかは、うん、なんかサウナやって帰ろうかなとか、あ、隙間時間で探しに行ってる。これも隙間隙間って感じですよね。はい、高野さんこんな風に。私はどちらかというと隙間っていうよりかはサウナ入りに行くぞっていう日に決めちゃってます。女性的な目線で言うと準備とか、うん、サウナ出た後の準備とか、ね、やっぱそこがどうしても億劫になってしまうところがあって、そっかそっか、サクッと入るっていうよりかはこの日サウナ行くぞとか、やっぱそういう予定を立ててっていう感じになってしまいます、ね。そこは全然女性と男性はね、そうですね、違うよね。男はもうそのまま行ってもそのまま出てこれるけど。うん、確かに確かに、まあ、ランニングとサウナ両立しまくっちゃってるじゃないですか、うん、それをやることによって感じてるメリット、うん、なんかあります？マキオさんどうですか。どうですか、うん、
完全に今も決まってますね、今もね。ランナーでサウナが嫌いな人って本当にいるんかなと思って。本当ですよね、知らないだけで。逆を言うと、サウナやってる人ってランニングみんなやる才能あるじゃないですか。いや、めちゃめちゃそう、めちゃそう。あんな暑いところでも、なんかもう、こんなんやってこうみんな風受けてるじゃないですか。はいはい、あれなんてインターバルの最後のね、追い込みと同じぐらいきついのに。いや、あなたそれ頑張れるんだったら絶対走れますよ。いや、もう本当そう思いますね。むしろアスリートの子、確かに彼らはアスリート、確かに 400m インターバルと同じです、ね、と思ってて、めちゃくちゃ辛いじゃん。そう、そう思ってて、逆もあってラントリップ的に多分サウナの施設で本当にあなた走ってますかみたいな感じで走り始めて、確かにサウナ施設でランナー人口増やせんじゃないかな。本当っすね、こうやって入って走ってますかサウナ入り出してどうですか、感じてるメリットありますか。単純によく眠れるって。ああ、サウナだけよりも走ってからサウナの方がいいし、ランだけよりもラン後のサウナの方がよく眠れる。その日その相乗効果がありますよね、はい、あとサウナ単体で行くより走ってから入った方が整いの時間が短いというか、できれば僕心拍をあの最後ゾーン4まで上げてからサウナ行くといいですよね。そう、サウナも結局心拍が、そうですよね。僕はもうストイックな動画になってきたよ。東京マラソンの時結局怪我しててずっと走れなかったんですけど、うん、ずっと僕サウナに入ってたんですよ。ノーランで2ヶ月、はい、でサウナばっかり入ってた。サウナでもサウナでもちゃんと心拍150ぐらいまで上げてたんですよ。ああいいですね、はいはいはい、はい、そしたら普通に3時間半出しました。やばい、すごい個人差がありますでもそう、足は確かにダメだったんですけど、うん、心拍は全く問題なかったね。結局だって、結局トレーニングって心拍を上げるトレーニングなわけじゃないですか。そうですね、そうですね。サウナで心拍を上げることによって、うん、お風呂よりもよりその疲労物質をこう、そうですね、乳酸値をこう下げることができるっていうのも、うん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 、あの何か本かな、はい、医学的にね、医学的なものは見たことがあるんで。大森さんもね、心拍、あ、そうか、中で自分で測って何分って入るんじゃなくて、その心拍で入る、そうそうそう、今っていうテスト、うんうんうん、すぐやれるようになって楽しいですよね。そうです、トレイルランニングやってて、あ、はい、年末にここにね、タイに、はい、あの100マイル走りに行ってるんですけど、うん、タイってその12月日本が気温で、まあ、1桁台の時に30度超すんですよ、うん、はい、でそのタイミングで暑熱順化じゃないですけど汗を出せるようにサウナめっちゃ行っててレース前に、うん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 、それはね、暑さに対してめちゃくちゃ強くなると、いや絶対そう、体感思いました。どうですか。私も去年の夏の北海道マラソン、うん、の前はめちゃくちゃ入ってました。サウナで暑熱順化しようと思って。それって実際どうですか。僕はすごいあるなと思ったんですけど。私も感じました。うわ、そしてそういう論文があるのも見つけました。いやまずトレラン会の中ではちょっとにわかに、なんていうのかな、都市伝説みたいにサウナ練習をするみたいなカルチャーがちょっとあって、いや本当なのって言ってる人もいるんですけど、本当だ。へえ、体感してますもんね。体感はしてました。論文もあったと。論文もありました。そう、あとサウナってランニングとちょっと違うのは、うん、こうランニングは怪我とかしちゃったらランニングが離れちゃうじゃないですか。確かに走らなくなっちゃうんですけど、うん、サウナって一回分かったらやめる理由がないんですよ。たどり着いちゃえば、そうだ、ランナーがもし怪我で走れない時にはサウナでその走るところと同じようなコンディショニングないし、ストレス解消もそうだし、怪我をしてる方にぜひ見てもらえたらいいですよ。おすすめの入り方とかこんな風に入ってるよっていうのなんかあります。もう私は思いっきりスタンダードなんですけれども、うん、サウナ室でまあ大体12分くらいで、うんうんうん、長いけど、あ、でも1セット目はもう暑くて出ちゃうとか、うんうん、私も感覚で入ってます。暑、うん、かったらすぐ出るしみたいな。なるほどね、感覚でもいいよ、はい、サウナ、水、外気浴を3セットぐらいしたら整いにたどり着けたっていう、もうそれが一番最初のきっかけでしたね。うまくいくとギリギリまで煮込むタイプなんですよ。あと10秒なんでそこまで追い込むんですか。サウナが好きな人よく言うのは、そのサウナに入ってるのはもう弓がごとく、うん、引けば引くほど、ギリギリ、なるほど、ギリギリまで引けば引くほど水風呂が楽しみになるっていうか、はい、効果があるっていうか、はい、そうですね。ランニングの後のビールを、あれはサウナの後のビールもいいんですけど、まあ、結局ご褒美のためにどれだけこう、うん、楽しむのは、うん、
大森さんは？私はまあ今おっしゃれたのと本当一緒ですけど、僕がもともとサウナ苦手だった時は、結局水風呂が苦手だったんですよ。そっちが苦手？そうだったんですよ。結局でも温まりが足りなかったのと、苦手だからゆっくり入ってたんですよ。あ、わかる。ですよね。わかる。で結局水風呂はザブッといった方がいいっていうことを教えていただいてから変わって、あとポイントは頭まで濡らすとか、可能なところは頭で入るっていうので、頭をちゃんと冷やしたらその後の整いが脳内マッサージを受けてるかのような。脳みそでしょ、もう。脳みそダイレクトに。時間揉んでもらってる感じで、熱くなってる PC 一回シャットダウンしたような感覚になれて、うん。そこから新規立ち上げ。超軽くなったんだけどみたいな感じかな。ランとセットがやっぱ気持ちいいと思うんですね。贅沢。私服のサウナ体験、牧野さん。サウナ室まで走って行って、そこでサウナに入る。はい。あの草加健康センターっていう聖地があるんですけど、はいはい、それこそ熱いサウナが大好きなところがあって、で上野から片道20キロ弱ぐらいなんですよ。そうですね。そこで荷物みんなしょって、やって入ってっていうのも、もう疲れゼロですね。20キロ走っても全然疲れゼロですよ。個人差があります。10ぐらいなんですよ。やばー。でも暑いですよね。暑いです。30秒しか入れなかったです。ちょうどブロワーやってる時に入っちゃって。氷をやってそこにあの落ち葉とかをやるブロワーでブワーってやって、僕本当に熱波で死ぬかと思って出てっちゃった。めちゃくちゃ痛くて、でも本当に耐えられなくて。でそんなところで、ね、やっぱりその太っちょのおじさんとかがまあこう耐えてるわけですよ。走った方がいいおじさん。絶対こっちの方が辛いから。その人もね、もしかしたらそのおじさんが5年後に本当にフルマラソン2時間半で走る可能性はある。いや本当そうですね。ゼロじゃん。もう全然もうだけど才能あるもん。どんだけ心拍かかってるんですかね。確かに180ぐらいいってるかもしれない。強心臓めちゃめちゃ才能あるそれ。いろんな今日皆さんでサウナの魅力をお伺いしましたけど、価値観それぞれだなと思いました。衛生的なルール、周りの人に配慮するっていう部分はもちろんあれど、入り方も結構自由だし、それぞれのスタイルでいいよってことですよね。サウナやったことないという方はぜひサウナも体験していただきたいですし、それを掛け合わせて、サウナがブームとして流行りすぎて、サウナコンテンツいいよみたいな手嫌いしてる人も いなくもないかもしれない。見てくれてる方、それ分かった上でいいと思って僕企画させてもらったんで、そうか、ぜひちょっとこう食わず嫌いにならず、はい、やって、僕食わず嫌いだったんで正直、そうか、なんなら車に構えてたんで、はい、これからね、なんか走るモチベーション迷子になる方も出てくるんで、そうそうそう、新しい楽しみ方として取り入れてみていただけていいんじゃないかなって思います。いいですね、レースシーズンも一段落して、そして暑くもなるっていう季節なんで、両方とも楽しんで、はい、楽しく継続していただければと思います、はい、いろんな今日の情報を概要欄に詳細に載っけておきますので、ぜひそちらもチェックお願いします。ということで高尾さん、牧野さん、大森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。あ、またサウナでお会いしましょう。バイバーイ。